揚げです。はい。水深が1170。1170。また軸がすごい細いんです。これを巻き上げると今日の 50% が終わります。ついてるといいね。いやーまずいぞ。まあまだ2投目だから、ま、だまだ2投目3投目から急に変わってくるんでしょ。あと1投しかないよ。上の潮が流れてるね。うん。だから着底が分かりにくい。どう、そろそろ上がる？いや、まだ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 。
の位置かな。うん、その前18ぐらいで負けたけど、うん、あの18、あのメモ、あの巻く速さ18、うん、半分の1ぐらい。はい。ついてる。
りは重たい感じがある。お、じゃあついてるのか。ついててほしいところでありますけどね。半分ぐらいだ。うん、じゃあついてる。時間ペース的に。時間ペース的についてればまあ30分近くなるかな。このまま行くとどれぐらい？このまま行くと30分。ついてれば30分ぐらい。うん、今15分。まあそう、15分。あとはどんな大物がついてるかだね。そろそろ魚暴れてきた？いや、暴れてこない。
膨らまってきた。さっきより重さがあるね。前あと1個あと560、はい、メリメリ言ってるからね。そうだな。うん、お日様が真上に来てるもんね。あと東京タワー何個分？ 0.8 個分ぐらい。 0.8。 前あと何メーター？どうだろう。あと400。はい、このまま行くとどれぐらい、何分ぐらいか。30分いくかな。なんかいろいろと糸に巻き込まれてる。重いな。重いか。いや、リール巻くスピードがあんまり上がんないし。なんか巻き込んでるか。いや、でもこれは問題ない。
ってるマックスピード遅いよね。うん、何かしらついてるってことかな。ついててくれ。ついてる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 。あ、ついてるついてる。できるかな。ぐらいだね。上がってきたらこの糸の先移す。今26分。何もついてないタイムは超えたね。うん、150ぐらい、うん、同じくらいか。前の方が早く上がりそうかな。いや、前早く上がるときついな。もうちょいゆっくりできる。もうちょいゆっくり。
だ大丈夫、前前120。もうちょいゆっくりにした方がいいか。こんなもん、まあどうせ前ついてないしね。そんなこと言わないで。こっちついてるからね。今何分？あ、30分。お、超えたな。30分過ぎれば魚がついてる説。説。大丈夫、マックスピード遅いのって疲れてきてるからじゃない。もうやだ。いや、2投目でさすがにこのスピードで疲れてるって、うん、ないとは思う。あと数十メーター、うん、そろそろ見えてくるかな。ブランブランしてるやつ気をつけて、うん、入らない。上がってきたらそっちの方、うん、前大丈夫、うん、80切ったくらい。もうそろそろ上がります。はい、次はあともう下移します。はい、お、見えてきた。来た、ついてるのかついてないのか、どっちなんだい。え、ついてる。でかいでかいでかい。ついてる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 。でかい。でかいよ。でかい。しかも2匹2匹。もう1匹もう1匹。あっちでかいな。ね、でかいでかい。これやばい。やばいやばいやばい。よいしょ。イエーイ。やった。はい。ありがとうございます。あざす。2匹2匹。